欲しいものがあって、はい、ロレックス買ってくるね。ちょっと妥協して、はい、ヴィトンのスーツ PC 買ってください。なんでお願いします。これはなんで買ったー。はい、勝負ですね。僕欲しいものがあって MacBook Pro 最新のやつが欲しいんですけど、30万くらいするんですよ。僕、まあ稼いでるんですけど、貯金1円もないんでパソコン買えなくて困ってて、最近稼いでるサティ社長に買ってもらおうかなと思って、今日はおねだり企画でございます。普通にお願いしても買ってもらえない気がするんで、作戦を立てていこうと思ってて、作戦1、めちゃくちゃ高いものからおねだりして着地 PC、 まずこれでいきたいと思います。サティ何しとるん。朝倉未来。朝倉未来好きすぎん。朝倉未来、あれ重森さとみとコラボする。マジ？重森さとみ。え、俺の大好きな重森さとみ？うん、マジか。重森さとみとスパーリングするって。重森さとみ殴んの？いや、重森さとみ殴られる。ああ、いいな。羨ましい。羨ましい。そんなことよりさ、はい、お願いがあってちょっと聞いてください。お願い。はい。明日出勤日なんで、はい、飲みに行けないです。じゃあ飲みに行かなくていい。飲みに行かなくていい。ここで聞けるお願い。欲しいものがあって、はい、ロレックス買ってくるね。え、みやちゃん。え、文脈どこ？え、文脈 is どこ？仕事で舐められてはいかんなっていうふうに思っておりまして、うん、今日アポでさ、ちょっとすごいいいとこ行ったけどさ。行ったね。向こうピチって決めてさ、一流の相手しか相手にしませんぜって顔してたやん、うんうん、そんな一流の男になるにまず第一に必要なアイテムロレックス。いやいやいや、アイテムに頼ってるようじゃ、うん、まだまだ二流です。やっぱこの視線で一流の視線で仕留めないいいじゃん。いや、こんなこれで一流ですよなんてかっこ悪くすぎないですか。ベンツにもね、ランクがあるわけですよ。はいはい。S クラス乗ってたらかっこいいけど、うん、なんかこの下の方乗ってたらかっこ悪いみたいな。ああ、なるほどね。ロレックスであればいいってわけじゃないですよ。はいはい。ロレックスつけるならやっぱいいってやつ。じゃあ、5000万のロレックスを買ってくれ。僕その10分の1ですからね、貯金。でも確か、会社登記するときって10倍くらいまで借りれるって聞いた。なんで俺借金して時計プレゼントするの？おかしいでしょ。分かった。ちょっと妥協して、はい、ヴィトンのスーツ、あ、そう、サンローランのスーツ、セイントローランみたいなやつね。そう、ちょっとあれこそまさに仕事にね、ピシッとした。スーツ着ないやん。着るよ、着ないやん。買ったら着るよ。何のためにスーツ着ないやん。ちょっとお相手がスーツだったからね、負けずにいきたいなっていう。いや、だからその物で負けたとか判断するのやめよう、視線で。だからさ、顔でかいからさ、目のインパクトどうしても弱い。いや、じゃあその二重整形だったらいいよ、出しても。あ、マジ？二重整形だったら動画にするから出してもいいよ。二重埋没、両面14300円。安っ。それ自分でやるわな。できるやん。切開法は27万5000円だって。なるほどね。俺だったら面白いからな。あら、27万5000円を使うのであれば PC 買ってほしいっす。どういう形で話のこの流れが PC 買ってって、なんか前も言ってたよ。俺も8年前の PC 使ってる。8年前のパソコン使ってますから。仕事をするにあたってやっぱ一流の武器を持ってて、ヒカキンさんも言ってたじゃないですか。ヒカキン一流になってから一流のもの買ってますからね。いや違いますよ。八百屋の時なんて一流のもの買ってませんから。いや、ヒカキンスーパーで買ってますよ。スーパーのバイト時代にスーパー PC 買うと年収1000万だなったらスーパー PC 余裕で買えますね。自分で。あなた年収1000万ですからね。貯金はない。それは自業自得。何に使ってるか分かってないでしょ、うん、気づいたらない。チンカスです。一緒にね、仕事を頑張る上で必要だなっていう。仕事で、うん、俺も買うわ。そしたらパソコン。俺買えない。貸す。やだ。先月ぐらい言ったよね、貸すって。友達に借金はやだ。いや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 、そんな変な知らない人から借金、知らない企業から借金よりマシやろ。何見てんの？撮っとんの？うざいー。サティがケチな様子を今探してます。いやいや、ケチな様子ってね、ロレックス買わないとケチだぞ。サティ酒飲まん。そんなことよりさ、うん、なんでコスプレイヤーって女優が多いの？巨乳じゃないとコスプレできないからだよ。巨乳しかいないな、コスプレイヤー。そんなあなたにプレゼント。白ワイン。いや、いらな。これ安いタイプのやつじゃないの、こっから出るの。これね、2リットル600円。いや、悪酔いするやつ、今飲んできたじゃん、しかも。1リットル1000円の焼酎とどっちがいい？ 1 リットル1000円の焼酎のがいいだろ。それが。氷いる人。はい。どんなくていいでしょう。ちょっと面白いことがあるかもしれませんから。この編集は翔吾さんですか？面白いことが起きたとき。まあ、そうっすね。サティの買ってくれた PC なら編集しようかな。PC 買え買えっておかしくない？なんか。あ、おかしいっつってるわ、だって。スマホが。うわ、くっさい芋焼酎。それでは今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。カットや！まずい芋焼酎。くっさ。いやーでもだいぶ進みましたね。何がですか？なんか一緒にやってる仕事というか会社ですね、うん、進んできそうな兆しがやっと見えたなみたいな感じですかね。今日みたいなね、でっかい会社とアポ行くと思ってなかったよね、うん、まあ、社長の OK もらえてますからね。しかもまあやりましょうかみたいなね。社長の OK はもらえてて、今あと国を越えての許可なんで。シンガポール申請。シンガポール倫理マジ初めてすぎるんだけど。進むぜ。うめえな。酒が進む。じゃあそんな調子のいい我々の社長、PC 買ってください。なんで？お願いします。それはなんで？じゃあちょっともう言っていいですか？何がですか？買うのが当然であると思う理由について。我々2年間頑張ってきましたよね。頑張ってきましたね。で、今年ついに年内、年商2000万超えそうですよね。まあ3ヶ月でなんならね、2、3000万ピューってきそうじゃないですか。確かにこの3ヶ月の話だね。うん、でさ、うん、私まだこの2年間無給じゃないですか。ちなみに俺も無給な。もうそれいいんじゃないって。もうそろちょっとぐらい報酬があっても良くないっていう。まあ現時点での現金的な話で言うと、サティ100、俺0なんですよ。そしてかかってくる税金も俺100。来年の税金が怖い。ね、よくわからないし、俺税金の仕組み。パソコン買ったらどんなメリットが？我々にとって。我々にとっての。だって俺はそのパソコン買ってことによって、あなたはそのパソコンで違うことをするんじゃないかなと。いや、エロ動画なんか見ねえって。エロ動画は見ろ。どんどん見ろ。エロ動画はスマホで見ろ。エロ動画見ろ。そうなんだよ、俺も。なんか座ってお行儀よく見なきゃいけないやん。うん、そうじゃないんだよね。ね。こういう感じで見たいんだよ。ちょっとラブホで。レボリューション。メリット1、俺がたまに動画編集するようになる。たまにというのは、月に2本ぐらいってことでいいですか？月に1、2本ですね。月に1、2本、省吾さん編集が出ると。はい。これ、まあ普通外注したらね、1本3万なんで。あ、今5000円でできるところ高い。すごい来る。編集させてくださいって。マジ？めっちゃ来る。すごっ。メリット2。はい。省吾の作業速度が上がる。そうなんですか？だって今、めっちゃさ、いろんなさ、サイトを作っていじったりしてるやん。はい。フリーズすんのよね、めっちゃね。わかる、俺もパソコン、動画編集した時めっちゃフリーズすんのよね。気持ちは非常にわかる。メリット3。はい。翔吾がやる気になる。やる気がないってことでいいですか、今。違います。よりね。よりやる気になる。100% で頑張ってるとしたら、それが 150% ブーストがかかりますよと。海洋圏ってことですね。うん。会社として、福利厚生としてくれる。そうです。仕事に必要な道具を揃えてくださいっていう割と真っ当なお願いです。社長！お願いしますよ！だって、まだお金入ってきてないんだもん。本当に入るの？あんなお金。大丈夫だよ。契約書巻いてるからもう大丈夫だって。怖いんだもの。ちなみにパソコンっていくら？早く。どのパソコンか見せて。覚悟を決めた男の目をしてるかもしれない。私が欲しいのですがね、MacBook Pro 13インチ。13インチちょうどいい。2020年モデル。令和2年モデルってことでいいですか？はい。合ってます。ちょっとじゃあ、ここにカメラ一旦置きます？置きましょう。一旦ね、ここに。こちらでございます。めっちゃいたろこれ。濃すぎ。あまりにケイン。これはまあ仕事に使えますよと。で動画編集を月に2本上がるでしょ。うん。月に2本上がるでしょ。1本か2本だ。それでかいっすね。月2本上がるの。やばい。この1か2の交渉でかい。月2本動画上がるのでかいっすね。しかも。やっぱ身内の編集ってでかいよね。でかい。うん、でかいでかい。月2本の編集がでかいな。この URL をちょっと送っていただいて。送らせていただきます。さすが社長。ついてきてよかったよ。社長の自覚全然ないんだけど。じゃあちょっとカメラこっちに持ってきてよ。かっこいい。大抵。なんだっけ、まずちょっと見よう。もう一回ね、冷静に。これを、これにすんだら、はい。プラス2万じゃん。うん。プラス2万すんだ。そう。で、これ32、プラス4万すんだら、はい。え、待って、うざくない？いや、この6万でかいっすよ。で、これ1テラ？はい。27万見て！ 27 万ですね。社長、男気みたいっす。あれ？待って、正午にさ、うん、30万のプレゼントあげるのにさ、うん、俺が自分に買わないのおかしくない？確かに。もう1年前から俺欲しいって言ってる AirPods Pro。誤差じゃね？ 30 万の、30万のプレゼント買うのにさ、うん、3万誤差じゃない？まあ、10% だよ。これ僕、入れます。スペースグレー？これ色選べないの？色選べるよ。どこで選ぶの？俺はね、シルバー派？俺シルバー派なんですよね。選択？じゃあシルバー派で入れてください。うん、シルバー派で、10世代、うん、2万プラスして、4万プラスして、1テラにして、バックを確認したらどうなるの？バックを確認したらどうなるんだろうね。62万1940! じゃあ、エアポッドやめる？待って、俺エアポッド無料で刻印するなんてあんだけど。なんか刻印したいですね。ランプルー。ランプルー会社名候補？会社名候補入れるんですか？ああ。でもやっぱ、ダサいな。でもこれ入れたら、あれよ、会社の共用のものになっちゃう。あ、じゃあ俺も使って。ランプルはあかん。絵文字もいけるぜ。絵文字いいじゃん。俺、羊年なんだよ。お羊座の羊年なんだよ。ほう。ちょっと可愛いね、羊。うん、俺、お羊座の羊年だから。初めて。めー一瞬止めていい？一瞬止めていい？一旦タバコ吸おう。歯磨き？買うの買うのこれ、買うんですか？あと、ワンステップよ。クレカ入れたら終わりよ。買う流れですか？買うんじゃないですか？ 65 万円？うん。社長、決心決まりました？思ったんですけど、うん、なんかすごい上からじゃない？買ってもらうって当然ですよねみたいな感じじゃないですか。なんかまあそうなんですけど、まあね、うん、ただ俺ね、もっと可愛いおねだりが見たいな。可愛くおねだりしてほしいな。サティ君買ってにゃんにゃん。どう？サムネです。今のね、人生で初めてやったかもしれない。ご注文の準備は整いましたか？すべてが正しいことを確認しましょう。はい。シルバーは僕のですね、シルバーは。はい、見ましょう。ちょっと詳細はね、ちゃんと確認しましょう。スペースグレー、正午。うん。7プロセス、コア A7、13インチ、32ギガ、1テラバイト。完璧ですね。そして、あ、羊ですね、刻印。羊です。これいる？羊ですね。よしよしよし。合計。はい。まあ、こんなの、死者購入した100万円ですから。まあ、タイトルは100万円って書かせていただきます。指で押すと見せかけて顎！押せてない。反応しない。すごいですね、マックさん。顎じゃ反応しないですね。買うなって言ってる説もない？指で押してもさ、うん、反応しない。試してみ？これで反応しなかったらもう買わないからね、じゃあ。うん、いいよ。いくよ。うん。購入できませんでした。いけましたー。買ったー。ありがとうございます、社長。買ったよー。嬉しいにゃん。これ領収書ってどっからもらえるの？買いましたね。明日からわかめご飯か。ということで、じゃあ省吾さん。はい。同じパソコン使って一緒に仕事頑張りましょう。頑張りましょう。イエイイエイ。ちょっと最近ね、俺のブーム肘コロナだから、うん、イエーイ